皆さんこんこにちはただいまのご紹介にあずかりました文部科学省障害学習政策局情報教育課長、磯でございます。あの本日は公益財団法人パナソニック教育財団主催実践研究助成平成27年度成果報告会、こちらの開催にあたりまして、一言ご挨拶を申し上げたいと思います。はじめに設立以来、累計2800件以上に上る研究助成等を通じまして、教育の情報化の発展 発展普及にに多大なご尽力ををいいいいたただいていることと対しし深く敬意を表したいと思います今回の報告会では特別研究指定校の皆様より ICT を活用した思考力判断力表現力の育成や個々の発達課題に対応する教材データベースの構築とネットワーク化などの取り組みの成果についてご報告していただくと伺っております。 ICT を教育に活用することの意義につきましては先ほど小野理事長様より詳しくお話がございましたけれども ICT を効果的に活用して教育上の課題,に課題の改善に取り組む実践事例に触れられることをとても楽しみにしております文部科学省におきましてもこれまで情報化の進展に伴う新たな課題に対応した指導の充実を図るため授業で活用できる指導教材の作成や多様な 情報端末においてデジタル教材を利用できるようにするための取り組みを行ってまいりましたまた本年3月には小中学生の情報活用能力を測定した調査結果を公表いたしましたこの情報活用能力については本年5月の教育再生実行会議第7次提言におきましてもどのような仕事や活動をするにしても不可欠であるこれからの社会で求められる能力であるとして その育成のための学習活動の充実について明示されているところであります今年度は引き続き高校生に対する調査を実施して今後の情報教育のあり方等について検討してまいる予定でございますなおこれらの事業の成果につきましては文部科学省のホームページにおいて公表しております女性校の皆様におかれましても本日あのご報告いただく各校の成果をそれぞれの学校においても共有いただくとともにですね 事項の取り組みの中に文部科学省の事業の成果についてもご活用いただければと裁判に存じる次第でございます結びに本事業を主催されます公益財団法人パナソニック教育財団をはじめ関係各議のご努力に改めて敬意を表しますと,とともに皆様のご活躍とご発展を記念し私と私の挨拶とさせていただきますありがとうございます